Hello, this is Captain Zhang, and today we are going to have a Japanese competition. Let's take this class in Japanese. こんにちは。サランさん、今日は、先生と一緒に日本語で会話をしてみましょう。はい、いいですよ。今日の話題は？昨日、私が利用しているロシア語の塾から5万ウォンぐらいの割引を受けたんです。おお、どうしてですか？リビューを、授業のリビューをブログとかカフェに、ネットのカフェに書いたら、4万ウォンぐらいのクーポンをもらえます。あと、塾のサイトで、リビューを書いたらね、万ウォンほどのコーヒークーポンをくれますよ。ああ、2回全部もらったんです。わあ、おめでとう。授業4回で3万ウォンですよね。本当安いじゃないですか。ああそうですよね。お得ですよ。お得。お得だと思います。はい、お得という言葉、ちょっと面白いんですけど、その場合お得は、これ使いますね。得ですね。この得じゃないですよね。お得。よと。これはまあ、バンドルパッケージとかでよく使える言葉なんですけれども、これ多分できないと思いますよ。どうともできないんじゃないですか。あ、こっちはできないと思うんですけど、お得。お得になります。お得。で、その問題は、その、お得という、音だけ聞いてですね、その韓国の人たちがそれ、おこれこのまま読んでたらオードギョンになりますよね。オードだったらオタクじゃないかと。違いますよ。男とは関係ないんだもんね。ああすいません、両方ともできるんだ。これはできますよね。これもこれもできますよね。違った、これはラーメン。両方も見たことあります。そうですよね。これはほとんど名詞の形で、これは形容詞にもよく使います。お得なの場合はこっちでね。名詞の場合はこっちで。でも名詞と形容詞でその決まっているのかは自信はないです。すみません、両方ともできます。それで看護師がよくその難しく思っているオタクはこうですよね。オタク。オタクは女体ですよね。되게계신분오타쿠 それはそれで今日のその言葉の勉強は、お得とオタクは区分しましょうということです。オタクはオタクのオタクの奥さんとかによく使うんじゃないですか。そうですよね。で、なんでオタクはそういう意味になっちゃった。ああ、それ、普通、家でダラダラしながら、なんか引きこもりみたいな。ちょっと言ってるんですよ。ああ、引きこもりとはちょっと違うのは、オタクは、いつも家という意味ではないです。ですが、やはり家で何かするのが主な仕事になった人。あと、日本語のオタクはね、本当に悪い意味よりは、悪い意味より、いい意味も結構あります。例えば何かに集中して、研究している人、特にある分野を、頑張って勉強している人、ある趣味になんか、ただなんか閉じこもっているだけではなく、やはりその趣味を勉強している人という意味があるんですけど、引きこもりはですね、はい、ずっと前家の中で引きこもっている
社会生活をやめた人という意味も引きこもりを持っています。それで引きこもりはオタ引きこもりとオタクは結構違いますよ。じゃあオタクの一部が引きこもりですか？そうなりますか？そうなりますか？ああ、それとも違うと思いますね。なぜかというと引きこもりはあまりその勉強性がないです。ああ、閉じこもって何か同じことを繰り返すだけで、発展のない人です。でもオタクはほとんど発展していることを前提していますので、セナちゃんは20日経ちますよね。いえ、1月20日。ああ、かにゃこよ、うん、まあね、韓国からその、はい、出発してですね、立ちます、立つ、旅を立つ、あ、はい、立ちます、出発だ、立ちます、よく使いますよ。出発しますより立ちますがもっと、はい、そうですよ。ああ、本当面白そうですよね。今回の予算は、この前、両替、うんうん、両替、両替、両替しておいた、4万5千円ですよ。4万5千円があったんですけれども、今回はいろんなところに行くんじゃないですか。そうですよ、電車とかでバス、うんうんうん、それでちょっと きつくなりました。あ、予算が、せず、あ、交通費がそんなにかかるとは思わなかったんです。やはり交通費高いですからね。でも今回は名古屋とか静岡、横浜にも行く予定なんですけど、あと、いつまた行けるかわからないから、今回は記念品とかも買いたかったんですけど、あ、できないかもしれません。その長い間なんですから、その買ってくる荷物結構多くなりますね。あ、もし買ったら、あ、もしいつでもね、そのセランさん、日本に行くときとか、どの国でもいいんですけど、帰るとき余裕があると思われる場合はね、話してくださったら、バイトできますよ。あ、はい、いつでもお 話、お話しください。また例えば名古屋 の地元のお菓子とか、買いたかったんです。でもお金足りないかもしれないから、ああ、そっかそっか、最初は、12日間泊まる予定でもなかったし、こうなるとは思わなかったんです。だったら、なんか買いたいものあまり買えないかもしれないですね。でも私、買い物は元からあんまり好きじゃないんで、はい、でも地元のものは今回だけ買いたかったんです。そっかそっか。なんかその軽いもんであったら、代行購買者やってみます？パスとか。パス？うん。いいですよ。私はいいですよ。あったら、話しますんで。はい。はい。
だ特に彼女の友達の中でいろいろありますよね、うん、それで必要なものがあったらあ、まあ、そのセランちゃんに頼んで、まあ、手数料は払います、うんうん、あもしこの場その場合は韓国から了解してお金持っていくんですか。そうですよね、はい、うん、もちろんその分も全部計算して、はい、うん、まあ、差し上げますからね、はい、うん、もしありましたら、うん、あ、まあなんか、まあ、ほとんど医薬品なので、まあ、軽いもんですよ、うん、で今回は服を少しだけ持っていく予定です。お、まあ、もう夏はちょっと汗のせいで、まあ、よく着替えなきゃならないんですけど、うん、着替えなきゃならないんですけども、うん、冬は大丈夫だと思います、うん、動きやすい服が一番いいもんですよね。あ、確かに日本はあんまり寒くないですからね。札幌行ってても、まあ、結構いいですよ。冷夏、まあ、4、5度だとしてもね、うん、風があまり吹かないんですから。最近韓国と、同じですよ、温度。ああそうですか、はい、あんまり寒くないですね、はい、12月はすごく寒かったんですけれども、すいません、汗をかく、汗をかくは、で、かくは、うん、そうですよね、汗をかく、うん、まあ、まあ冬は汗をかかないから、はい、うん、OK、いや、他にその何かその旅行地は全部探索しましたか。はい、あの私あ今日は持ってないんですけど、交通費も全部調べて、うん、あの書いておいたんです。あ、そうか、その、まあ、飛行機も全部国内線も、はい、あ、まあ、予約済みですよね。はい、全部、うん、それで全部交通費だけ19,000円ぐらい。あ、飛行機合わせてですか。いえ、いい、地下鉄だけで。おお、それつらいな。いや、もっと早く、それは。でも、パスとかも、今全然、今回は買わないんです。なぜかというと、あんまりお得じゃないですよ。ああ、そうですよね。はい。まあ、例えば、まあ、3日間、大阪、奈良のうちで、うん、うちに、まあ、どこかに行ったらお得かもしれないけど、うん、毎日他の地域に行きますので。ああ、それはどうですかね。もう今回の旅行はどうかわからないんですけど、その予算の問題としてね、はい、これを考えてみましたか。その汽車の汽車を利用してね、その、まあ、3日間、まあ、5日間のその自由利用券とか自由搭乗券、うん、他の地域でも使えます。たとえいろいろあるんですけどね、 JR 全国パースとか、いくらですか。あ、別、まあいろいろ別々なんですけれども、はい、ああ例えば北海道全体を自由に行ける、うん、
でもあんまり安くなかったんですよ。あ、それも私にはあんまりお得じゃないです、うん、まあ、今回本当にバラバラですよ、場所が。まあ、利用する地下鉄の種類も全然違いますし、うーん、 JR はあんまり、ね、そうですね、ほとんど JR です。ほとんどそのサービスはJR のみで、地下鉄、その自由利用券と言ってたら、ほとんど2つですよね。あ、街の中ではやっぱり私鉄です。私鉄、合ってるか私鉄は、そのある町か大阪以内とか、まあ、東京だけのみで、その中で行ったり来たりする場合で、 JR はそのある県全部、福岡全部、九州パス、その北海道パス、まあ、関東 JR、あと全国、あと大阪、九州から東京までの自由券とか、こういうのがあって、汽車の旅行の大好きな人はそれが、まあ、お得になるかもしれません。ですが、あちこち行ってみたいと思ってたら、まあ、やはりその汽車高いのでですね。それでいろいろ考えるべきです。それで日本の3回と行くことにしてたらね、こういう方法もありますよね。行って、北海道パスであっちこっち行ってみて、ちょっと2回目で関東に行って、東京だけじゃないですよね、もう東京、静岡、長野県、この関東地方の JR 自由券で行ったり来たりして、また帰って、九州全体を汽車で行ったり来たりする。これは3回ぐらい行けるなら、これもある方法です。ですが、1回で、特に飛行機が安くてですね、いろいろ行ってみたかったら、結局、まあ、汽車じゃなく飛行機であっちこっち行ってみる方法しかないんです。で、日本はね、その、まあ、あっちこっち行くことにしてたら、まあ、高くなります。遊ぶとしたら、そのある地方、九州、あとなんか四国、まあ、関東、大阪、全然近畿地方、これ全体的にターゲットにして、その中でだけ遊ぶのが有利です。そうです。うん、それからそこから出てたらお金かかるという形なんですよね、うん、でも意外に安かったんです、まあ、例えば、名古屋から東京までバスに行く予定なんですけど、まあ、それ3000円ぐらいしかかかりません。ああ、そうですか。でも時間はちょっとかかりますけど、その僕のその韓国外国語大学の先輩でドイツで留学した、はい、その人はですね、どれくらいかかったのか、その九州に乗って汽車を大阪まで行ったのか、大阪まで、東京までじゃないですよね、大阪まで、その、まあ、3日間の自由券を買ってね、3万円以上使ったという。3万円以上、まあ、3日間自由なんですけれども、汽車で、そうです、汽車だけで3万円ぐらい、汽車だけで3万円以上、かかって、3日ぐらいか 1週間か3日か、それちょっとまずいんですけど、とりあえずその九州島から大阪、これ以上はいけません、そこまで払ったんですけどね、でもそれに比べたら私は今日ちょっと予算があんまり高くないと思います。成功的だと思いますよ、はい、この結構ね、日本での汽車旅行は
金持ちの話でね、あ、野々村さんも前言いました、その兵庫県から東京仕事でその就職のことで来たかな、その10年前ですよね。汽車利用できないんだもんね。バスで来たんですよ、バスで。その兵庫県から3000円払ったのか、5000円払ったのか、ね、はい、そうですよね。兵庫県はまあ大阪より西なので、それ3000円ぐらい払ってまあ東京まで行って、うん、その夜のバスに乗ってね、うん、その僕に話してくれました。日本にいるときあちこち行きたかったらやはりバスが一番安いんだ、うん、名古屋から東京まで5時間ぐらいかかりますよ。で、そうですよね、ですが、じゃあ兵庫県から1日かかるんじゃないですかね。そうですよ、その夜乗って、あ、起きたら朝一晩中バスは走ります。うん、まあ、それで宿泊便を、そうです、はい、節約するためにそのためです。わざわざ夜のバスを予約する人も多いらしいです、はい、はいはい、そのためにのそのための、まあ、夜のバスですからね。やはり、まあ、汽車は高いので、まあ、ですが先生は未だにその汽車旅行は、まあ、憧れです。そのある日本の番組を見たんですけど、その汽車旅行をテーマとした、まあ、その旅行番組でした。あっちこっちその駅に停車して、まあまあ、駅をなんかそのまあなんかいろいろ見物してね、その駅のその駅だけの弁当を売ってます。それを汽車の中で食べている、そういう姿を見てね、いや日本に行ったらやってみたいと思ったのが15年前です。ですが実際日本に行ってみたら、それは本当高い貴族の旅行でね、日本人もできないじゃないですかね。ちょっと調べてみたんです。あの静岡行きの汽車本当高かったんですよ。あ、弁当も高いですよ。まあ、大体まあ基本的に、まあ、1000円2000円じゃないかと思います。うん、はい、そうです。いや、往復にしたらもっと高くなりますからね。あ、それで先生はいまだにその夢をやめずに、その業者としてね、汽車日本汽車テーマ観光をオープンして、なんかお客さんたちと一緒に行ってみたいなと思ってます。何人ぐらいちょっと予約してたら、まあ、ちょっと安くなるかもしれないんですからね。でもやはり、まあ、一人二人で行くのはちょっと無理じゃないかなと、そう思います。飛行機に代も入れて、まあ、全部韓国で、110万ウォンぐらい。110万ウォン、はい、それぐらいかかったんです。ああ、そうか。ああ、それ本当に高すぎますよ。あ、でも高すぎです。12日間の予定ですから。ああ、そうかそうか。あ、それを考えてみてたらあまり高くないと思います。はい、あと、いつ、まあ、他の地域に行ける機会があるかわかりませんので。確かに。ですが、まあ、それであったら結局今回の旅行が入社する前の最後の旅行に、はい、そうなると思います。あ、多分。ああ、そっかそっか。ああ。最近し始めたブログの話ですけど、本当、日本ホテルに就職すると思ってる方が多いらしいですよ。うん。日本ホテル就職リビューと、うん、福岡旅行、東京旅行の、東京旅行のなんか情報をために来る人が多いです。うん、ああ、うん、そう
なんだ。そうですよね。え、でも、まあ、ほとんど、日本ホテル就職の情報は、これまでほとんど、塾の広告でしたので、あほとんどは。日本語塾の広告ですよね。ほとんどはその何と言ってたらその塾でですね、まあそっちにもあまりその直接やってみた人は少ないのでね、青蘭さん以上の情報を持ってる人はあまりにもいないと思います。もうその日本ホテル就職で韓国その最高の専門家、まあ、かもしれません。もうまあ、それだけででも、なんかそれをブログとか、まあ、YouTube でね、まあ、もちろん全部話したらちょっと惜しいですよね。あ、まあ、一部だけ、まあ、話しておいて、まあ、日本の現場でそれを狙っている韓国人だけではなく、日本人に対しても、まあ、その家庭教師とか、まあ先生、カフェでの先生ができるかもしれません。あの最近弟に英語を教えてあげたんですけど、あんまり少し難しいんです。韓国、うん、同じ韓国人だから、うんうん、他の、日本人に、日本人と西洋人に外国語を教えてあげることより安いじゃないですか。そうですよね。でも難しかった。難しかったんです。まあ、難しかった。難しかった。うん、難しかったんです。発音の説明も少し。ああ、はい。まあ確かにその、まあ、自分でその習うことと あと人にそれを習わせるのは。とまあ、やっぱり差があるんじゃないかと。それで自分にも少し勉強が、必要だなと思いました。あ、まあいい経験だと思います、はい、教えてみてできればそれこそ、まあ、ある意味で完成で、うん、あとその勉強したのを何でしょう、その先生から、まあまあ、先生の妹から先生、あとセランさんで、まあ、終わってしまうことより、それを他の人に、まあ、なんか伝授することができたら、まあ、そういう意味は後でセランちゃん一人ででも、一人でも何人にでも教えることができるということです。それで自分のブログに弟の、発展、うん、家庭家庭を少しポスティングしようかと思います。あ、本人のみ OK してたら、はい、うん、わー恥ずかしい、いや俺恥だ、それは、ね、OK しました、うん、あとやはりこの前の小学生たちと違います、うん、発音とか全然聞き取れなくて、あ、弟に。そうですか。差は理解できますけど、私がする発音の差は理解できますけど、うん、自分で直接するのは、難しいと思います。あ、まだまだ頑張っていますけど。あ、確かに、うん、でも昨日より今日発展しました。ああ、そうですか、はい、ああ確かに、やってみてと、お、違うなと思いました、前とはね。昨日も一緒に練習した時と違いました、今日も。ああ。一人で練習してきましたからね。いや、まあ、まあ、セランさん、もう英語も十分、まあ、教えられますからね。それで、弟にもすごく、まあ、なんかためになると思います。
最近会社からメールが届きました。あ、そのどんなメールですかね。研修の就職夕食のメニューを決めてくださいって。わあ。就職には、あ、何があったっけ、うどん、きつねうどん、わあ、すごく美味しいですよ。きつねうどんと、うん、え、何かあったかな、多かったんですよ、意外と。でも、いいじゃないですか、これまで。あ、牛丼定食、ビーフカレー、いやきつねうどんの中で、あの、選んでくださいって、あの、昼食だけ。夕食は、あ、タイお茶漬け定食、うんうん、タイお茶漬け定食と、サンハラス、お、サン、これ、あれですよ、サン、サン、サン、いや、なんて伝えてほしい。ああ、そうですか。サーモンハラス定食と淡路島ポークとんかつ定食の中で夕食を決めてくださいって、あの、メールが届きました。だから次の日の昼食は、あの、韓国語でグル、焼きグル、あの、定食、日本語では何と言いますか。読めないんですうん、先生もこれ何と読むのか今まで知らなかったんですけどね。カキ。ああ、聞いたことあります。カキ、うん、の、韓国語で、あの、無ジャンビペ。おお。これ、社員じゃなく、お客さんじゃないですか、まるで。それを予定していますので、うん、はい、夕食と夕食だけ決めてくださいってメールが来ました。いいな。これはまあ、たまたま、まあ、なんかその、まあ、日本の事情とか、まあ、その日本会社の話とか、まあ、こういうふうに、まあ、ちょっと話してください。はい、うん、淡路、まあ、大阪とか東京、福岡に今、働いてる韓国人は多いと思いますけど、でもあんまり淡路島にはいないと思います。ああ、まあ、まあ、ほとんど日本人だけでね。はい、あ、日本語でもワーキングホリデーと言います。あ、同じです。ワーキングホリデーと言います。ホリデー。まあ、ほとんどはワーキングホリデーですよ。ああ、やはりそうか。1年経ったら帰らなきゃならないんですよ。短期間働いてる人が多いです。ああ、そのセランさんの会社、他の東京とか、ああ、福岡とか。まあ、同じ、前の先生と同じ立場ですよね。うん、その時、もっと情報があってたら、そのワーキングホリデーを利用して、一般会社に就職するのが道なんですけどね。まあ、先生はその欲張って、いや、まあ、その時は日本は本当にその住み心地いいのかとはしなかったです。先生も反日教育を受けた世代なのでね。いや、やっぱり西洋が一番だと思ったんですよ。今日行ってみてたら、やっぱり、まあ、西洋人も日本に行くのが憧れてね、みんな日本に行ってみたい、日本に行ってみたい、いや、これは両とも韓国よりは、まあ、はるかにマシでした、うん、あ、もし、あの、あと私の YouTube チャンネルができたら先生にも教えてあげます。あ、ぜひ、まあ、サブスクライブしますんで、うん、愛読者になりますよ。では今日はここまでにしておきますか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。